圭一、この浴衣まだ着れるかしら。ちょっと袖を通してみてくれる？いいよ、浴衣なんて恥ずかしいから普段着で行くよ。でもお祭りなんだから着て行きなさいな。レナとかは普段着でいいって言ってたぜ。浴衣なんか着てったらかえって恥さらしだよ。祭りにはレナたちと行くからさ、俺のことは放っておいて大丈夫。そう？じゃあ母さんは父さんが起きたら二人で行くわね。あの調子じゃ昨夜も徹夜かな。急ぎの原稿をようやく発送したとこなの。ひょっとすると起きないかもね。ちゃん、いつもうちの圭一がお世話になってまして。あ、おばさま、こちらこそ お世話になって。そこで真っ赤になるな。実に気まずい。行くぞレナ。今日はお腹すかしてる？露天で済ますんだからね。部活が露天勝負と分かってて腹を無駄に膨らますと思ったかよ。そうでなくっちゃ。さとことリカちゃんはもう神社に行ってるのか？うん、リカちゃんはお祭りの実行委員さんだもん。さとこちゃんもきっと一緒だよ。そっか、よっしゃ、今日は目いっぱい騒ぐぞ。あすげえ人だな。ひなみざわってこんなに人がいたんだ。綿流しのお祭りはみんな来るよ。多分ひなみざわの人の半分くらいは来てるんじゃないかな。それだけじゃないよ。近隣の町の町会や子供会も招待してる。そうだよな、俺たちの学校あれしか生徒いないのに今日は子供の姿がやたらたくさんある。お祭りの賑やかさはやっぱり子供の賑やかさだからね。どうもこんばんは。あら、レナちゃん、この間はお惣菜をありがとうね。うちの子も美味しいって喜んでたわ。嬉しいです。カズマサ君にもよろしくお伝えくださいね。よう、園崎のお嬢ちゃんじゃねえの。今年も屋台担いで来てやったぜ。おっちゃん、太った？今からそんなお腹じゃ果ては心筋梗塞だね。あ、この兄ちゃんは新顔だな。嬢ちゃんの後輩かい？うちの部員だよ。
期待のニューフェイス。侮ると一晩で屋台潰されるよ。ジョーちゃんのお墨付きかい。そりゃお手柔らかに頼むぜ。兄ちゃんは元気いいからね。おじさんたちにすごく人気あるの。レナも人気あると思うけどな。可愛いし。誰かにだよ。露天商は町からわざわざ来てくれるんだよ。やっぱりこういうのがないとお祭りは盛り上がらないよね。で、それを俺たちは荒らして回るわけか。どんな勝負にせよ俺は負けないぜ。そうだね。頑張ろう。出せるとはケイチさんもなってないでございますわ。ほう、そりゃすまんな。で、その待たせたレディってのはどこにいるんだ？ヌワンですって。リカちゃんの服装は本格派だな。これって本物の巫女さんの服か？うちのバッチャのお手製。結構本格派でしょ。リカちゃんはお祭りの最後に大切なお仕事があるから、その衣装なの。お仕事はお祭りの最後のところだけなのです。まだまだゆっくり遊べますですよ。ってことはここで時間を無駄にできないということですわ。参りましょう。よっしゃ。購入の上、よーいどん。あぐ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 。ケイチくん大丈夫？お水お水。ああ、そんな熱々たこ焼き丸飲みなんて自殺行為でございますわ。作り置きの冷めたやつを購入するのがコツかな。実に美味しくないですよ。今度はかき氷にしようぜ。完食早食い勝負だ。レディーゴー。かき氷の早食いなんて無理。体温で少しでも溶かせば。冷たいですの。甘いね。おじさんはシロップ大盛りで頼んだのさ。混ぜればすぐに溶ける。完食だー。
早すぎる。まさかケイチ君、後ろの金魚すくいのお水を入れたんじゃ。実に美味しくないですよ。次はこちらにしませんこと。もちろん早食いですわ。ねえ、綿飴の早食いなんてどうやるんだろう。さとこはともかく、ケイちゃんも気づいてたとはね。俺をいつまでも新入部員扱いしないことだぜ。実に美味しくないですよ。こんな綿飴の食べ方、きっと日本中でもここだけだよ。それでもおじさんは勝つけどね。悪敵勝負ではミオさんにはかないませんわね。ああ、まったく。何あんたたち、次は焼きそばにブルーハワイかけて食べる勝負にしたいわけ？あのさ、今度はちょっと食べ物から離れたゲームにしないかな、しないかな。次のゲームをあんたに任せるよ。何でもいい。じゃあね。テナは審判だよ。このお祭り会場で可愛いものを探してくるの。制限時間は1分。上等ですわ。テナの好みは分かってますもの。よし、多分あれなら勝てる。よーい、ドン。あれ、ケイチ君とリカちゃんはなんでスタートしないんだろう。ひょっとしてもう見つけてあるの？かわいいの。もう見つけてありますです。ケイチもですね。ああ。なんだろう、楽しみ。こういう形で直接対決するのは初めてだな。初めてしますです。リカちゃん、あれで勝つつもりか？僕も部員です。勝つためなら快速第3条ですよ。じゃあ順番にね。1番は部長さんのみーちゃんから。悪いけどいきなり決めさせてもらうよ。おじさんはこれだ。カレーに香取線香、昔懐かしのブリキ看板だ。ドン。次は私が行くでございますわよ。これでございます。
所詮は量産看板、手書きには勝てませんわ。では次は僕が行きますですよ。次はリカちゃんか。小道具もなしにどんな手を使うやら。しまった。リカちゃん大丈夫かな。さすがだぜ。どこまで取っても一部の隙もないちびっこ。ミコ。ハンナミだ。ミー。完璧だ。ただの苔を萌えにまで昇華した。これぞまさに芸術と呼ぶにふさわしい。ケイちゃんの方がわかんねえセンスしてるよ。さあケイイチ、僕に勝てますですか？ケイちゃんにも何か秘策があってのことだろうけど、何を見せてくれるのかな。私としましても、ケイイチさんのお手並み拝見でございますわ。ひょっとしてケイイチも芸をしますですね。今から俺がもっと可愛いのを見せてやるから少し我慢しろ。もっと可愛いの？だがここはちょっとギャラリーが多い。あっちの影へ行こう。ケイチさんの企みが見えないでございますわ。ケイちゃんに限って、いや、まさか。ファイト、王です。まさかケイちゃんのやつ、ネンネのレナに変なことしたんじゃ。変なことって一体何でございますの？なんだ、みーちゃんか。レナ、大丈夫？ケイちゃんに変なことされなかった？レナ、変なことはされなかったよ。かなりの重傷ですわ。ケイチさんは一体何を見せましたの？とっても可愛かったよ。可愛い？レナ、あんた何を見せられたの？
女に汚ねえもん見せやがって。この大関透けごまじ重複して差し上げますでございます。違う誤解だ。みーちゃん、なんだかわかんないけど誤解だよ。ケイチ君はオットセイさんのキーホルダーですよ。昔、夏休みの宿題で作ったと言ってますです。恥ずかしいので、めったに人に見せないとも言ってますですよ。うん、ちっちゃくて可愛くて精一杯頑張ったって感じがとっても素敵だったよ。なんだ、てっきりおじさんはケイちゃんの、さすがミオさんですわ。間違える方向もワイルドですこと。やあみんな、相変わらず元気そうだね。ございますが、レディーに断りもなくお写真を撮るのはエチケット違反でございますことよ。そうだな。少なくともサトコの許可は必要ない。こんばんは。明日帰られちゃうんですよね。素敵な写真はいっぱい撮れましたか？おかげさまでね。いい絵がたくさん撮れたよ。富武のおじさまに会えるのも今晩限りなのね。お名残惜しいですわ。いい加減とっととメジャーデビューしてくださいよね。あ、相変わらず口が悪いな。その毒舌もまた半年聞けないかと思うと残念だよ。せいぜい今夜を楽しんでらしてくださいな。明日の夜にはもう東京なんですからね。そうだね。星が見える夜空なんてまた半年お預けだもんね。富武さん、いっそ住めばいいじゃないですか、雛見沢。確かに不便なとこです。店もないし娯楽もないし何もないかもしれないけど。俺はまだここに引っ越してきて一月も経たないからよくわからないけど、ここにはきっと、ありがとな、ケイチ君。ミオンちゃんにレナちゃん、サトコちゃんにリカちゃん。僕もここに住めたらきっと楽しいだろうなって思うよ。しばらくのお別れなんですからね。
今夜は富武さんにもたくさん楽しんでもらわなくっちゃ。そうだね、ぜひそうさせてもらうよ。入部条件の一つに雛見沢在住ってのがあるんだけどね。そんなみーちゃん、今日くらい意地悪しなくても。ま、コツコツ毎年来てるからね、名誉市民と認定してあげよう。やったー。さてさて、こんな旬を過ぎたご老体にこの私の相手が務まるんでございましょうかしら。老獪な大人の知恵を見せてもらいましょうです。へへ、俺たちの若さについてこられるかな。部長、園崎美音の名において名誉市民富武氏の我が部への入部を許可する。なんだい、その部活ってのは。我が部はだな、複雑化する社会に対応するため活動ごとに提案されるさまざまな条件か、時には順境あるいは逆境からいかにして。レナは弱いからいじめないでほしいな。仲良くやろうね。子供のごっこ遊びと侮るつもりなら好都合でございますわ。身ぐるみ剥いで地獄の底に叩き落としてやるぜ。つまりみんなでゲームして遊ぶ部活です。よし、望むところだよ。その挑戦を受けて立とうじゃないか。お手柔らかに頼むよ先輩方。これが同心ってやつなんだな。来たかい。園崎の嬢ちゃん、今年は大人数みたいじゃねえの。あんたの店根こそぎかっさらいに来たよ。一瞬思わせる絶妙な配置が見事だな。さすがケイチさん、一発でカンパすると思いましたわ。ここは無難にキャラメルや人形を狙うのが定石のようだね。
クマさんを落とせれば勝利は確定しますですね。3発しかないんだぜ。それを確かめるために使うには重いな。へいへい、他のお客さんも待ってるんだぜ。最初のチャレンジャーは誰からだい？先に挑戦した方が楽な景品を狙えて有利かもしれないけど、鉄砲の癖が見えないうちの挑戦は危険だね。じゃあさ、公平にじゃんけんで決めるのはどうかな？どうかな？結局それしかないかね。一番は避けたかったんだけど、ま、ハンデってことにしとくかな。おっちゃん、十。それよ。オッケー。この十はおろしたてだね。癖はなし。悪くない。ございますわ。すごいよ、みーちゃん。3つ。2番手は誰？さとこ？気をつけて、弾が軽い。ございますけれど、私にクマは2が勝ちすぎているみたいですわね。さとこ、いい仕事をするじゃん。腕を上げたね。レナちゃんはどうだろうね。一つくらい当たるといいんだけれど。富武さんはちょっとレナを甘く見てますね。
さすがレナさんですわ。冷静を失えば失うほどに強い。でも無理かもしれませんですね。いや、わからないよ。レナちゃんの腕だったらひょっとすると。こいつはジョーちゃんのだぜ。あ、くれるの？レナに？ふう。あんなすげえの見せられて手ぶらで返しちゃ、お天道様に申し訳が立たねえぜ。頑張ったじゃないかよ。可愛いモードのレナには驚かされるぜ。よっしゃ、そんなら俺が。僕が取ったらプレゼントするよ。ケイチもファイト王ですよ。ん？どういうことだ？うん、間違いない。富武のおっさんの狙いは、結構いけると思ったんだけどな。男だとキャラメルはもらえないようでございますわね。つまりケイちゃんとリカちゃんは手堅く楽なものを撃ち落とせばビリ回避ってわけだね。ビリ回避か。あ、すみませんね。今度はケイチ君の番だよ。検討。約束しちまったからな、レナに。約束って何だろう、何だろう。あのクマを撃ち落としてレナにプレゼントするって。
男を見せますのね。でも実際どうやってクマを落とす気ですの？レナや富竹の玉で幾分傾きはしましたですが、難しいと思いますです。ケイチくん、もっと素早い連射力があれば一撃ごとの揺れにパワーを上乗せできるのに。頑張ってケイチくん。鉄砲もう2丁貸してくれ。ケイチさんは何を企んでいるのでしょう。一人じゃ三丁は使えないですのよ。読めたよ。ケイちゃんも考えたじゃん。つまり一番時間がかかってるのがこのコルク玉の装填なんだよ。そうだよね。じゃあ先に玉を詰めた鉄砲を3つ並べておけば。まさか本当に落としやがるとはな。乾杯だぜ。すごいや、おめでとうケイチくん。ケイチさんも頭を使えるようになりましたわね。少しは見直しましたですの。俺一人で落としたわけじゃないぜ。みんなで当てて少しずつずらして落としたんだ。こいつは俺たち全員の戦果だぜ。一発も当ててませんです。そうだ、こいつは俺から、いやみんなからだな。いつもうまい弁当ありがとな。俺が引っ越してきてからいろいろ面倒を見てくれたよな。すげえ感謝してるんだぜ。ありがとな。ケイチくん、ありがとう。僕はお先に行くですよ。おっと、
僕も早く行っていいポジションを確保しないとな。じゃあみんな、後ほど。二人ともお務めしっかりでございますよ。ささ参りましょうでございます。うん、リカちゃんのあで姿を見に行きますかね。行こう。ああ、あれ、レナは？な、何やってんだよ。何やってんだあいつ。熊の世話で手一杯なんだな。じゃあケイちゃんにはレナの世話を頼むかね。私はサトコの世話で忙しいし。誰がミオンさんの世話になるでございますの。痛い、手引っ張らないでくださいまし。注文のうるさいやつだな。どこならいいんだ。ふう、置いてかれる。早く行こうぜ。すまんすまん。どう？ちょっとはレナとドキドキできた？やっぱりてめえそういうつもりだったのか。レナはどうだった？ケイちゃんの手って意外に大きいとか思わなかった？ミオ、お前いつ食らったんだ。ハウの歯とウの間くらいだったかな。レナ、照れ隠しに友達を殴るのは良くないぞ。レナ、殴ってないよ。知らないもん。お静かになさいませ。始まりですわ。リカちゃんが持ってるあのでかいのはなんだ。祭事用のクワだよ。巫女さんしか触っちゃいけない神聖な農具なの。今度はなんだ。布団叩きかな。あれはね、人間に代わって冬の病魔を吸い取ってくれたお布団を清めてるの。
ゲイちゃんのお布団叩きって表現もまあ外れじゃないかね。心配か？リカは毎日毎日お餅つきの杵で練習してましたですの。きっとやりきるでございますわ。ミオンとかは巫女役立候補しなかったのかよ。リカちゃんにあの重さは気の毒だよ。そりゃ頼まれりゃやるけどね。まあ誰にでも務まるものでもないし。そうだよな、巫女は清らかじゃないとダメだもんな。今度は何が始まるんだ？布団を川で洗濯か？だから綿流しだってば。はい、順番順番並ぶよ、ケイチ君。食べ物じゃないよ。だから、わた。ケイチ君は初めてだから、レナのやり方を真似するんだよ。これを3回繰り返すの。心の中では、お社様ありがとうって唱えるんだよ。お社様？ってなんだよ。あの神社の神様の名前か？うん、雛見沢の守り神様なの。ご利益もあるけど、祟りもあるんだからね。ちゃんと敬わないとダメだよ。これでね、体についてた悪いのがこの綿に吸い取られたので、あとは沢の流れにそっと流してね。おしまい。初めはちょっとした不安だった。誰かを傷つけたいなんて考えもしなかった。それでも不安は孤独を生んで疑念へと変わり、やがて黒い殺意が心を闇に閉ざしていった。戻らない日常。少年は足を踏み出す。その先が奈落の底だとも気づかずに。鬼隠し。信じたいと思う気持ちが生んだ悲劇。流した涙は懺悔か、それとも怨恨か。
どうですか、富武さん。いい写真はいっぱい撮れましたか？ああ、おかげさまでね。圭一君はどうだったかしら？お祭りは楽しめた？その、楽しかったです。圭一君はまだ引っ越してきて日が浅いんだそうだね。他の子たちととても親しげだったからとてもそうは思えなかったよ。あなたも今日のお祭りに参加して自分が雛見沢の人間になれたんだって自覚できたんじゃないかしら。どうなんでしょうね。おや、圭一君らしくない返事だね。なんだ、その程度のことで君は疎遠に感じていたのかい？疎遠なんて大げさなもんじゃないですよ。ただそのなんていうのか、それを知ることで君が納得するなら僕の知っている範囲で何でも教えるよ。じゃあダム工事について聞かせてください。雛見沢が水没するとかいう大事件だったんですよね。ダムについては多分ここの人に聞いた方が詳しいと思うけどな。僕が知っている範囲でいいんなら。新聞で読んだ程度だけどね。ダムの計画が決まったのは7、8年くらい前なんだ。黒部に次ぐ巨大な計画だったと聞いてるね。ダムの完成に伴って生まれるダム湖はかなりの面積になったらしいね。この雛見沢からずっと上流の矢郷地あたりまでが全部沈むことになったらしい。しかし、なんだって人が住んでる雛見沢にわざわざダムを作るんすか？もっと他の人が住んでないところに作ればいいのに。よくは知らないんだが、ダムを作るのに適した地形ってのがあったって聞いてるね。裁判にもなったし、議会でも取り上げられたんだ。東京の新聞にも載ったよ。で、いろいろな不祥事や汚職が発覚してね、ややこしいことになっているうちに工事中止が決まったんだそうだよ。あのバラバラ殺人ってありましたよね。あったよ。偶然その時期に雛見沢にいてね、
だからよく覚えてるよ。ちょうど4年前の今頃だったかな。あれも確か綿流しの日だったね。当時はダムのトラブルの末期だったからね。お社様のたたりだって言って随分騒がれたんだよ。お社様のたたりか。若い人たちはそうは思わなかったみたいだけれど、お年寄りたちはお社様のたたりだと疑わなかったみたいね。でも今ではどうかしらね。結構いるんじゃないかしら、若い人にも。いるって何がですか？信じてる人だよ、お社様のたたり。その後ね、毎年起こるんだよ。決まって今頃にね。起こるって何が？毎年綿流しの日になるとね、誰かが死ぬんだよ。バラバラ殺人の翌年の綿流しの日、雛見沢の住人でありながらダムの誘致派だった男が旅行先で崖下の濁流に転落して死亡した。奥さんに至っては死体も上がってない。雛見沢の人間でありながらダムに賛成していた男ですからね。事故当時、お年寄りたちはお社様のたたりだとささやきあったものよ。さらに翌年、綿流しの晩、今度は神社の神主が原因不明で急死した。奥さんはその晩のうちに沼に受水自殺した。神社の神主って今日のこの神社の神主ですか？村人たちはお社様のお怒りを鎮めきれなかったんだって噂したわね。さらに翌年、これもまた綿流しの晩、今度は近所の主婦が撲殺台で発見された。その通りよ。被害者の一家はね、その2年前に転落死したダム誘致派の男の弟一家にあたるのよ。弟本人はまだ生きてるらしいね。でもやはりかなり気にしてね、近隣の町に引っ越してったらしいよ。
で、その翌年の綿流しの晩にもまた人が死ぬわけですよね。今度は誰です？さてね、圭一君は誰だと思うかな。あ、はぐらかさないでくださいよ。俺は結構真剣に。まあまあ圭一君、落ち着いて。別にはぐらかしたつもりはないんだよ圭一君。つまりその翌年の綿流しってのは、つまり今日よ。みんな口にしないけど、今夜また何か起こるんじゃないかって思ってる。こんなにお祭りで賑わってるのに。あのね、去年の被害者の主婦は不審人者だったらしくてね、綿流しのお祭りに参加しなかったらしいの。今年の綿流しに参加しないとお社様の怒りに触れるかもしれないって噂、圭一君なら聞いてるんじゃないかい。じゃあみんなのお祭りの参加はたたりを恐れて。そうなんじゃないかと思うね。今年の綿流しは例年になく参加者が多いよ。やっぱりみんな怖いんでしょうね、お社様のたたり。桜ってことで近隣の町の子ども会をかなり招待したらしいけど、やっぱり一連の事件を受けてあんまり参加はなかったみたいね。人集めに苦労してるって町会の人がぼやいてたもの。警察もね、過去の事件は全て別個のもので関連性はないとしてるみたいだけどね。警備ってことで私服警官をだいぶ立たせてたみたいだよ。やっぱり刺激が強すぎたかしら。いえ、そんな、全然。まさか圭一君、たたりなんて信じてるわけじゃないだろう。そりゃ、まあ全ての事件が原因不明で犯人も手口も謎っていうなら僕もたたりを疑ってもいいよ。だけど実際には違う。どの事件もちゃんと警察が捜査して真相や犯人を究明してる。例えば一番最初のバラバラ殺人、言ったよね。犯人は一人を残して全員逮捕されてる。残った一人だって時間の問題さ。動機だって酒の上での口論からと判明してる。たたりなんかじゃない。だろう？次の誘致派の夫婦の事故死だってそうさ。恨みを買う立場だったからね。警察が特に入念に捜査したと思うよ。それで発表は事故、他殺じゃない。でもまた綿流しの日に起きたんですよね。考えてもみなよ圭一君。雛見沢に敵が多かった彼が地元のお祭りにおちおち参加できると思うかい。彼にとっては綿流しの時期は
特に雛見沢に居づらい時期に違いないよ。だからわざわざこの時期に旅行をし、意図的に雛見沢を離れようとしたんじゃないかな。じゃあ富武さん、その次に死んだ神主さんはどうです？原因不明の奇病だって。それもまたしても渡流しの日に。神主さんはもっと説明がつきやすいよ。渡流しのお祭りは神主さんにとっては年に一度の大行事。過労に体調不良が重なったんだろうね。あるいはもともと持病持ちだったのかもしれない。でも奇病ですよ。でもこの医学の進歩した時代に原因不明なんて。おひれだよ。噂が噂を呼んだだけさ。2年立て続けに事件が起これば誰だって過敏になるよ。急死は確かに不自然だったかもしれないけど、こういう死に方をすると必ず警察が検視をする。で、事件性は発見されなかったんだろう。本当に偶然の病死なんだよ。確か神主の奥さんが自殺してますよね。じゃあこれは？すでに説明した通りさ。3年目の事件に村人たちは動揺していた。信心深い人たちはすぐにたたりだと決めてかかったのさ。もちろん神主の奥さんもね。自殺の際に死んでお社様の怒りを押し詰めするみたいな遺書が見つかったらしいし。じゃあ次の主婦の事件は？またしても渡流しの日に。この事件は犯人も逮捕されて解決してるよ。一種の異常者で雛見沢のたたり騒ぎを面白がって再現したと自供してる。じゃあ次の年の事件は？もう何も起こらないよ。今度こそね。お社様のたたりなんてもともとない。一連の偶然をあると信じている人たちがそうだと吹聴しているだけさ。僕は圭一君が雛見沢をとても好きだと思ってることをよく知ってるよ。仮にお社様のたたりが実在したとしても、そんな圭一君にたたりがあるなんてとても思えないね。さてと、そろそろ私は戻らないとね。おっと、僕も少々長くおしゃべりしすぎたかな。圭一君もお友達と一緒に来たんでしょ？みんなを探したら？そうだった。みんな俺のことを探してるかもしれない。女の子に探させるなんてなかなかの罪人だね。じゃあね、おやすみなさい、圭一君。二郎さんもね。また後ほど。圭一君、ごめんなさい。悪いケイちゃん、すっかり話し込んじゃっててさ。あら、富武さんもご一緒でございましたの。ちょうどよかったですわ。今日の射的の結果発表がありますです。ああ、
そうだったね。結局ビリは僕なのかな。思うにリカちゃんって結構タヌキだろ。ケイチの言ってる意味が分かりませんです。なわけでビリは富武さんに決まり。じゃあ富武さん、覚悟はいいかな。罰ゲーム。え、あ、忘れてた。見よ、武士の情けだ。せめて彗星にしてやれ。油星はつらい。油星じゃないとダメだよ。お洗濯したら落ちちゃうじゃない。なんだいなんだい。お手柔らかに頼むよ。キュッキュッキュッ。これじゃあ罰ゲームってより寄せ書きじゃないか。私は甘くはありませんのよ。ちゃんと罰ゲームでいきますわ。ケイチさんもどうぞでございます。これを着たまま帰郷するのも罰ゲームのうちに入るのかな。もちろん。ちゃんと着たまま家に帰ってね。次に来る時にも着てきてくれるといいな。いいな。わかった。次に来る時もこれを着てくるよ。約束する。お連れ様がお待ちみたいじゃん。そろそろお時間かな。うん、そうみたいだね。行っちゃったね。じゃ、うちらも引き上げるかね。こんな時間だけど、一人で大丈夫か？うん、全然平気だよ。近いし、走っていくし。
変な奴がいたら大声出せよ。出したら助けに来てくれるのかな。かな。聞こえたらな。はあ、うん、聞こえるくらい大きな声を出すね。どうしたの、ケイチ、そんなところで。中に入りなさい、風邪をひくわよ。母さんは行った？綿流しのお祭り。結局、お父さんが起きなかったからね。行きそびれちゃったわ。残念。